ローマ字は、カナを、ラテン文字に転写する際の規則全般、または、ラテン文字で表記された日本語を表す。単に、ローマ字といった場合、本来は、ラテン文字のことを指す。ローマとは、古代ローマ帝国において用いられていた文字に由来する、ことからの呼び名である。ただし現在の日本では、ラテン文字を用いての日本語の表記法と表記そのものの、ことを、 ローマ字と呼ぶことが多く、本校での記述はこれに相当する。平天文字言語を、ラテン文字で表記することを英語では、ロマニザチオンと呼び、日本語以外にも、ロシア語、ギリシャ語、アラビア語、中国語、朝鮮語など、平天文字言語の多くで、ラテン文字化の方法が定められているが、日本国内では一般に、それらの表記法を、ローマ字と呼ぶことは、まずない。 また、英語でも特に、日本語からのラテン文字化は、ロマ字と呼ぶことがある。ローマーザカイの名に見られるように、かつては、ローマ字を、ローマ字とも書いた。日本国外では英語を中心とする、ラテン文字言語において日本語を表記する際に用いる。発音表記としての意味も担うことが多い。使用はもっぱら。 日本語の単語や語句を引用する場合に限られ、日本語の文章全体が、ローマ字で、表記されるのは稀である。例えば、国内外の図書館で、日本語の書籍名を登録する際に用いられる。日本語の文字を扱えないコンピュータ環境などで、日本語を表記する場合にも用いる。ヘボニ式、訓練式など、複数の表記法や規格が存在する。 国内の公文書では、訓令式を使用することが多い。しかし、一般には特定の表記法が厳密に守られることは、なく、個々の判断で用いられる。また、表記法にはない独自の表記が使われることがある。表記の乱れは、超音表記や分かち書きでは甚だしい。ローマ字は、和文の転写に過ぎず、元の表記が推察できさえすれば、 誤りや乱れは特に問題とされない。例えば、王という音に、王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 、う、王の六通りが当てられたり、本来は女、または女と表記すべき、女という音に、やおという文字がチュ、ちまたはちであるべき、ちの音に死の文字が当てられたりすることがある。例えば、大阪府の見直しでは、 ミノーではなく、ミノーを公式のローマ字表記として使っている。ミノー市長の倉田哲郎は、ミノーだと外国人は、ミヌーと読んでしまうのです。ですからこれは間違いだと思います。と発言している。また、雑誌、団中は、団中と読ませている。人名表記において、英語、表記発音などを模した表記もよくなされる。例として、 上被祭士、ジョージ所、エイミー・ヤマダ、キエ・キタノ、シオリ・クツナ、レナード・フージョタなど。パスポートの指名表記は、超音符号をつけないのが原則であり、オノ、オノは、共に表記がオノになる。ただし、オノには、申請によってオノが許されるが、そう綴った場合には制約も生じる。これら表記の不統一が、コンピュータで検索する際などには障害ともなる。 こういった事例は、中国人、韓国人名のローマ字表記ローなど、や、本国では、キリル文字を使う、ロシア人、ブルガリア人名のローマ字表記においても見られる。ラテン文字を使う欧米の大半では、人名の姓を後に、名姓と表記する。現在、日本でも、同様に、ローマ字での氏名表記は、名姓と表記されることが、一般的であるが、政府は、言語や、 文化の多様性を意識し、日本の伝統的な人名表記である、生命とすることが大切だとし、公用文等の日本人の生命のローマ字表記について、差し支えのない限り、生命の順を用いるようにするとした。ただし、国際機関で指定された様式があるなど、特段の観光がある場合を除く。また、生と名を区別するために、 山田春夫のように生をすべて大文字とするとした。各種方式の共通点と相違点を概説する。あいうえおボインをあいうえおで表す。原則として、か、さ、た、な、は、ま、や、ら、わが、ざ、だ、ば、パ行し音を、k、s、t、n、h、m、y、r、w、g、z、d、b、p で表す。 用音は、シーンアザワイボインアザで表す。旧へ、盆式及び修正。盆式では、英語発音への近似性から、しを、し地を、きつを、つ、ふを、ふう、じを、じ、作業用音を、シュマイナス、多行用音を、CH マイナス、作業用音を、J マイナスで表す。日本式では現代金遣い、または、歴史的金遣いに基づき、 じ、ず、お、り、じゅ、おと表記するが、訓令式やヘボン式では、表音式かな遣いに基づき、じじ、ずず、おと置換され、ローマ字表記もこれに従って、訓令式ではジ、じ、ず、おで、ヘボン式ではジ、じ、ず、おで表す。原則として、発音、んは、n で表す。例外として、q へ、ボン式では、b、p、m の前に、 限り、M を使う。発音の後に、ボイニアや行音が来て、な行音と区別できなくなった場合は、旧へ、盆式では間に、対、修正へ、盆式及び、訓令式では、を挿入する。親愛信用原則として、即音は、直後の死因時を繰り返す。例外として、旧へ、盆式及び修正へ、盆式では、直後が、CH の時は、 tch とする。5末の即音表記については、どの方式でも公式には定められていない。アダン、イダン、エダンの超音は、ヘボン式ではそれぞれ、AA、a, a 2, a と表記する。ウダン、オダンの超音のローマ字表記は極めて混乱している。超音プローマ字における表記を参照。これらが混用、誤用されることもある。助詞の、ハ、へ、おは、 表音式仮名遣いを採用する訓練式、ヘボン式では、それぞれは、は、え、おと書くが、現代仮名遣い、または、歴史的仮名遣いに基づく、厳密本字では、表記通りに、は、へ、おと書く。ヘボン式は、英語の発音への準拠を重視したローマ字、表記法である。用途に応じて様々なバリエーションがあり、それぞれで、細かい表記ルールが異なるが、旧へ。 本式、修正へ、本式の2種類に対別される。旧へ、本式は、米国人、ジェームス・カーティス・ヘボンの、ワエゴリン修正第3版で定義された表記法。日本国内で単に、ヘボン式という場合、この方式を算す場合が多い。修正へ、本式は、研究者の、神話へ大辞典第3版で考案され、後に、 アメリカ図書館協会及びアメリカ議会図書館のローマ字表記法などでも採択された。日本国外で単にヘップバーンローマニザチオン、ヘップバーンシステムなどという場合はこのモディファイド、ヘップバーンを指す場合が多い。両者の大きな違いは QA、盆式では跳ねる音、が B、M、P の前に来た場合は M、それ以外の場合は N で、 表記するのに対し、修正へ、盆式では、すべて N で表記する点である。また、跳ねる音、が、母音字または、Y の前に来た場合、Q へ、盆式では、N の後ろに、体を入れるのに対し、修正へ、盆式では、を入れる点も異なる。2019年現在、日本国内では、Q へ、盆式、修正へ、盆式ともに広く使われており、 分野や団体によって採用されている方式が異なる。そのため、例えば同じ地名のローマ字表記が、駅名表と道路標識では一致しないといった問題も起こっている。なお、現在国内外で修正へ、盆式と呼称される表記法が定着する以前にも、ヘボン式を修正した新たな表記法を定める試みは、複数存在したため、 文献によっては京都とは異なる意味で修正へ、盆式という語を使用する場合があり、注意が必要である。現在では、旧へ、盆式とされる、和英語臨修正第3版に掲載された表記法も、第2版の表記法を、日本人の案に従って修正したものであり、これを指して、修正へ、盆式と呼ぶ場合がある。1908年、ローマ字広め会が、 第三版の表記法にわずかに修正を加えて、標準式と称したが、この修正を指して、修正へ、盆式と呼ぶ場合もある。標準式は、第三版の表記法を含めた講義のヘボン式の名称としても使われた。現在、ブリタニカ国際大百科辞典は、ヘボン式、標準式、修正へ、盆式は、同義とみなしている。英国及び、 米国企画英国においては、アメリカ地名委員会及び、イギリス地名上地位委員会の1976年合意に基づく修正、盆式が日本語化名のローマ字表記法として、2015年の改定を経て今日まで用いられている。米国においては1975年、 様々な平天文字言語のローマ字表記法を規定したアメリカ図書館協会及びアメリカ議会図書館のローマ字表記法において日本語の場合のローマ字表記法が定められており2012年の改定を経て現在も用いられているその他には米国国家企画協会の i ッ z 3 9 1 1から1972企画が存在したものの 訓令式に基づく ISO3602 の登場を受け、1994年に廃止された。いずれも内容は修正、盆式と同一である。駅名標と洋駅ホームにある国鉄型駅名標。隣駅の国府のローマ字表記は訓令式の国府となっているが、原武道はヘボン式の原武道となっている千葉都市モノレール。 千条大駅の駅名表。CHI 四郎、大と記載されている。旧へ、盆式に準じたローマ字表記法。明治時代については不明点が多く、対正に入り、鉄道広報1916年12月21日付、駅名、金文字を呼び、ローマ字に収む手の時点では、ヘボン式の名こそでないものの、 すでに第二次世界大戦後と同じ表記法になっている。1927年4月7日鉄道省たち第79号、鉄道刑事令記で改めてヘボン式ローマ字別表が定められた。1938年3月8日鉄道省たち第127号により、訓練式ローマ字に順次書き換えられたが、戦後の1945年から、 占領軍の指令に従って、駅名表に、ヘボン式ローマ字を書く作業が進められた。規定の整備は遅れて、九百四十六年四月一日運輸省たち、第七十六号による、鉄道刑事規定改正で、ローマ字は、修正へ、ボン式と明記された。超音は、母音の上にマクロンを付加し、跳ねる音、には、球へ、ボン式、区切り点はハイフン つまる音は次の音のシーン字を重ねるが、CH が続く場合には C を重ねず T を用いて TCH とする、天馬、美中、高橋、新伝丸など。また、両性国名が入る駅名や、既存の駅名に、ラや東西南北などを付けた駅名は、旧国名や新などの後に配分を入れる、群馬や幡、新大阪、東加古川など。ただし、 西九条のような例外もある。国鉄時代はすべて大文字で表記されていたが、JR 介護は JR 九州在来線を除き、上記のように頭文字とハイフンの次の文字以外は小文字で表記されている。また駅名に英単語が含まれている場合は、そのまま英単語で表記される、リンクータウンなど、空港駅を中心に、 固有名詞を除いてすべて英訳する場合も多い。ニュー、千歳アポート、成田アポートターミナル2.3、上越インターナショナルスキーインググラウンドなど。JR 各社は概ね以上の通りの表記となっているが、超音を表すマクロンの省略、発音での M 不使用など、方針が異なる鉄道事業者も多い。また発音、について。 ハイフンを間に挟む場合は次の音に関わらず N と表記されることがあり JR 各社間でも判断が異なっているこのため日本語では同一の駅名であっても事業者や案内によりローマ字表記が異なる例がしばしば見られるまた相互直通運転を行っている事業者間でローマ字表記の基準が異なる場合 行き先表示や路線図などで現地の案内と異なる表記が使用される場合もある。特徴的なものとしては、千葉都市モノレール2号線の旧駅名標のように、音節単位に分かち書きしている例がある。旧国鉄や JR でも、ホーム上の検食用駅名標に、分かち書きを用いた駅があったが、多くは、JR 会社ごとの統一仕様に交換され、姿を消している。 広南鉄道の一部の駅や、1938年から、数年間の国鉄、昭和初期の黒部鉄道、ス津鉄道などの私鉄では、訓練式、日本式ローマ字も使用されている。旅券法施行規則日本国籍の日本国旅券の、指名表記は、旅券法を所管する、外務省により、戸籍等本上の氏名をヘボン式ローマ字によって、表記する。旧へ。 本式に準じたローマ字表記法が用いられており、跳ねる音が B、M、P の前に来た場合は M、その他は N となる。原則として超音は記入しないが、2000年4月1日、以降は、O の超音のみ、O と表記する方法が認められるようになり、本人が特に希望すれば、訓練式も用いることができるようになった。しかし、一度どちらかを選択すれば、 その後の変更は認められない。道路標識へ、ン式ローマ字日本の道路標識の場合、おおむね修正へ、ン式に準じた表記が採用されており、跳ねる音、無は、n で表す。ただし、超音符号は表記せず、無を表す、n の後に、母音字や、y が続く場合の区切り点には、q へ、ン式と同じく配分を用いるなどの違いがある。 つまる音は次の音のシーン字を重ねるが CH が続く場合には C を重ねず T を用いて TCH とする。なお、普通名詞はローマ字表記ではなく英語が用いられる。野球選手式長母音日本のプロ野球選手のユニフォームの背名前に用いられるローマ字の綴りはヘボン式にならわず O の長音を O と表記するかにがある。 これは、王、サダハルの名字が王となるとようにならないということで、王となったのが始まりとされる。また、阪急ブレーブスでは、オリックスブレーブス時代まで、横浜 DNA ベイスターズでは2013年のオー太とート,トにヘボン式の王を用いたこともあった。これらの表記は、他のスポーツのユニフォームの選手名表記にも用いられている場合がある。しかし、 斉藤隆は渡米後に斉藤から通常表記斉藤に変更し、工藤清康は選手時代工藤だったが、監督時代からは工藤と通常表記に変更するなど、選手によってローマ字の綴り方はまちまちである。北条文也の補助のように通常表記と王表記を混用する場合も見られる。なお、洋音の長音は王の長音でも、 王とせず通常表記を用いるのが一般的で、正田構造の書だ、長野久義の著の、兄太洋太の巨大に代表されるように多くの選手が通常表記としている。聖通英士も途中で正月から通常表記の書通に変更している。これ以外の通常表記とは異なる例として、勇気は近鉄時代に有の長音を Too y と表記した勇気とし 新庄強氏は、阪神時代に、信者を用いていたが、渡米後と帰国後は、信庄の通常表記を用いた。地方公共団体日本の地方公共団体はその、名称のローマ字表記に、ヘボン式に準じた表記が用いられているが、多く場合、超音符号は省略されている。また、旧へ、ン式と修正へ、ン式が混在しており、混乱が見られる。 群馬県においては、県としての正式な表記は、修正盆式の群馬であるが、日本国旅券には、旧へ、盆式の群馬が用いられる。群馬県のウェブサイトには、この県についての説明が記載されている。市区町村では、日本松市、門別市などで修正盆式が、丹波市、仙北市などでは、旧へ、盆式が用いられている。 ウィキペディア英語版は、ウィキペディアにおいては、日本関係記事のスタイルマニュアルにおいて、他の表記法が、一般的な場合を除き、ローマ字表記に修正、本式を用いることが推奨されている。特に、日本語の発音を専用テンプレート等で表す際は、必ず修正、本式が用いられる。このため、例として、EN、天ぷらの項目のローマ字表記が天ぷらとなるなど、 記事名と本文中のローマ字表記に差異が生じることがある。訓令式ローマ字は1937年9月に第1次、このえ内閣が発した昭和12年内閣訓令第3号において公的なローマ字法として定められた。訓令式の故障はこれにちなむ。1885年に田中建愛吉によって考案された日本式ローマ字に基礎として、それに 若干の改変を加えたローマ字表記法である。第5次、吉田内閣による1954年の昭和29年内閣訓令第1号、昭和29年内閣国示第1号の第1、表が示した訓令式を経て、現在も用いられている。日本国内の標準として公式に認められている、ローマ字表記法としては、唯一のものである。 訓練式ローマ字はあくまで純粋に日本語をラテン文字で書き表す場合に用いる綴り方として定められたものであり、その点で英語の発音への類似を優先する平凡式とは異なっている。英語圏では訓練式は文部省式という通称でも知られるほか、口述の ISO3602 という企画名で呼ばれることもある。 ISO3602 国際標準化機構が1989年に承認した ISO3602 は日本語のローマ字表記法としては唯一の国際規格で訓練式が採用されている。ただし、タイ語校の厳中ににより厳密本字に限って日本式ローマ字の綴り方を採用する。成立した規格は 優勝にて販売されている。99式ローマ字99式ローマ字は、社団法人日本ローマ字会が1999年に提案したローマ字表記法。ローマ字表記を日本語の聖書法としてではなく、代書法と考え、日本語の音声を転写するのではなく、現代金遣いで表記された日本語をラテン文字に本字する。表記法は、 日本式ローマ字を基礎とし、それに改変を加えている。JSL ローマ字 JSL ローマ字は、エレノア上伝の、ジャパニーズ、ザスポークンランゲージで提案されたローマ字表記法で、非日本語話者が日本語を学ぶ際に用いられる。概ね訓練式に準じているものの、超音大文字の場合に限らず二重母音で表す、点が異なる。 戦国時代に来日して、キリスト教の布教に当たったカトリック教会のイエズス会が、ポルトガル語に準じたローマ字で日本語を表記した。これが、ポルトガル式ローマ字である。1581年には、大分で、最初の日本語とポルトガル語対応の辞書が作られ、1603年には、本格的な、日報辞書が出版されて、その中で、ポルトガル式ローマ字で、 当時の日本語が表記された。年が判明する現存最古のポルトガル式ローマ字文書は、1591年の使徒行伝、サントスの誤作業のち抜き書きである。また、京都市の五屋宿からは、ポリエチレン、セルソ様に当てられた木管が発掘されており、そこに、マイルというローマ字表記が見られる。南蛮文化に興味が深かった、細川忠興は、 発布した書状の中に、タドキーと記された印を使うことがあった。お、うを、きを、くいと記すのは、日報辞書にて頻繁に確認できる、イエズスカイ氏の表記法である。17世紀初期には、イエズスカイ氏ジョアン・ロドリゲスによって、日本大文典及び、日本語小文典、アルテブレーベダ・リンゴ・アヤポアが、相次いで出版されており、そこには、 日本語音のポルトガル式ローマ字表記に関する記述が認められる。江戸時代には鎖国政策によって事実上オランダがヨーロッパ世界との唯一の窓口となったためオランダ式ローマ字が使われるようになった。ただオランダ式ローマ字はカナと厳密に1対1対2をさせられていたわけではないし、またその仕様も 宣教師や学者などのごく狭い範囲に限られた。幕末の1867年、来日していた、米国人、ジェームス・カーティス・ヘボンが、和英辞書、和英語臨習生を表し、この中で英語に準拠したローマ字を使用した。これは、カナとローマ字を一対一で対応させた、最初の方式である。この辞書は、第九版まで版を重ね、第三版から用いたローマ字は、 ヘボンの名を入れヘボン式ローマ字として知られるようになる。一方、ヘボン式ローマ字は、英語の発音に準拠したので、日本語の表記法としては、破綻が多いとする意見があった。そうした立場から、1885年に、田中立愛吉が音韻学理論に基づいて、考案したのが、日本式ローマ字である。日本式は、 音韻学理論の結実として、日本国内外の少なくない言語学者の賛同を得た。しかし、英語の発音への準教を排除した日本式ローマ字は、英語話者や日本人英語教育者から激しい抵抗を受け、日本式とヘボン式のどちらを公認するかで、激しい議論が続いた。1930年11月26日、臨時ローマ字調査会を設置し、 1936年7月1日、廃止された。結局、この絵踏みま内閣の時に、公的なローマ字法が1937年に内閣訓令第3号として交付された。これが訓令式ローマ字である。1937年版の訓令式ローマ字は、日本式ローマ字を基礎として、それに若干の改変を加えたものであり、 ヘボン式を排除している。明治の国語学者たちは、日本語に使用される文字の数を大幅に減らして、習得を容易にするとの名目で、日本語の主たる表記を、ローマ字とすべきという主張を展開した。さらに戦後になり、GHQ の占領政策の一環で招かれた第一次、アメリカ教育施設団が、1946年3月31日に、 発表した第一次アメリカ教育施設団報告書においても同様の意見をなした。しかし、どちらも批判が大きく、その意見が世間に受け入れられることはなかった。その間、1924年の第15回衆議院議員総選挙では、ローマ字での投票が認められた。第二次世界大戦後、1945年9月2日の、 連合国軍最高司令部指令第2号の第2部17において、各市町村の道路の入り口と駅に修正、盆式ローマ字によって名称を表示するように指示されたことなどもあり、再びヘボン式が没行して混乱が生じたので、1937年の内閣訓令第3号を廃止し、1954年に内閣国時第1号として新たに交付し直した。 これが新たな訓令式ローマ字である。これは1937年の訓令式ローマ字を基礎としながら若干の改変を加えたものである。ただ、1937年版がヘボン式を全面排除したのに対して、1954年版は国際的関係その他従来の関連をにわかに改めがたい事情にある場合に制限しながらも、 ヘボン式の使用も認めるものとなった。また、同年発売された、研究者の、神話へ大辞典第3版で考案され、後に、英米で日本語のローマ字表記法として採択された、修正へ、ボン式では、部分的に訓練式の表記法を取り入れ、かつ、訓練式では、規格外となる一部の表記ルールを排除するなど、訓練式とヘボン式が歩み寄りを見せることになった。 1962年、国際標準化機構の情報管理の専門委員会である ISO-DC46 が、ローマ字表記法を審議対象にすることを初めて決定。当初は、ヘボニ式が多数の賛同を得ていたものの、同意委員会における日本代表は、内閣国人及び訓令を根拠に再審議を求めた。最終的には1989年、 ISO が訓令式を採用し ISO3602 として承認した。参照なお、各方式が確定する以前は西洋の諸言語の影響を受け様々な表記法が存在していた。これらには現在も残るものがある。2018年時点で日本国内の標準として公式に認められているローマ字表記は訓令式であるが、 地名や人名などの各種日本語音をローマ字表記する必要がある場合、実際には日本国政府でも各種のヘボン式表記が多用されているのが現状である。1954年版の訓練式の第2、表によって修正ボ盆式の表記が事実上許容されて、以降、訓練式での表記を歌っている場面でも実質的には修正 本式に基づいた表記が用いられている場合が多く、訓令式の第一表のみを用いた純粋な訓令式ローマ字表記を目にする機会は少なくなりつつある。ポルトガル人、イエズスカイシジョアン・ロドリゲス著、日本大文典によるポルトガル式ローマ字表を参考までに以下に示す。なお、ロドリゲスは、その後、日本語小文典において、 当時のポルトガル式日本語表記法について詳細に述べている。パーソナルコンピュータやスマートフォンの日本語入力においては、キーボードのアルファベット入力をローマ字綴りとして解釈し、金文字に変換するローマ字かな変換、いわゆるローマ字入力が利用されており、特にパーソナルコンピュータにおいては他の入力方式よりも普及している。おおむね、盆式。 訓練式どちらのローマ字綴りであっても、柔軟に受け付けるようになっているが、一部例外もある。一般に国語を書き表す場合は、第一表に掲げた綴り方によるものとする。国際的関係その他従来の慣例をにわかに、改めがたい事情にある場合に限り、第二表に掲げた綴り方によっても差し支えない。全二項のいずれにおいても、概ね添え書きを適用する。 第一表は、重質を示す。第二表を跳ねる音、には、すべて、n と書く。跳ねる音を表す n と次に来る、母音字、または、ワイを切り離す必要がある場合には、n の次に、を入れる。詰まる音は、最初の子音字を重ねて表す。超音は、母音字の上に、をつけて表す。なお、大文字の場合は、母音字を並べてもよい。 特殊音の書き表し方は自由とする。文の書き始め、及び、固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。昭和29年12月9日、内閣国示第1号、ローマ字の綴り方では、上記の通りであるが、昭和12年9月21日内閣訓令第三号。参考 国語のローマ字綴り方統一の件では、超音の不幸を、不する場合にはお母様、空襲、大阪の軸を、用振ることと、発音、N とそれの次に、ライルボイントを設立する必要ある時派品、愛、金、曜日、新大久保の軸を、用振ることとなっていた。1947年の文部小通達では、サーカムフレックスとアポストロフィーを使うとしており、 1937年の内閣訓令が事務的な手違いで誤っていたと言われているが、昭和20年代の教育現場ではどちらでも良いと教えるように文部省が指導していた。別項目日本式ローマ字を参照。表記法はそれぞれの規格方式で異なる。訓令式の表の第二表の後半を参照。表記法はそれぞれの規格方式で異なる。 訓練式の表の第二表の前半を参照。政府、官庁、公共機関。ありがとうございます。